皆さんこんにちは、こんばんは。今回も始まりましたスノーボード8チャンネル、ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。さて今日のスノーボード8チャンネルは何をやっていくかと言いますと、私の愛車ハーレーダビッドソンのスポーツスター XL883N アイアン、こちらのちょっとしたカスタムを行っていこうと思います。今日はねシートの方3つ用意してありますので、それぞれ付け替えてポジショニングなんかをお届けできたらなと思いますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。それでは行ってみましょう。はい、それではまずはこちらのシートですね。購入時から付いている多分これパパさん R とかのシートだと思うんですけど、こういった感じのシートになってます。タンデムもできるようになっております。座面の後ろの部分はちょっと狭めですね。こちらがディンプルの感じになってまして、タックロールのディンプルっていうんですかね、これはこういったシートが付いております。ちょっとこちらねまたがってみたいと思いますので見てみてください。はい、ちょっとねすいません、仕事の格好で失礼しますけれども、こちらのシートまたがってみたいと思います。こんな感じですね。ステップはバックステップが入ってます。ハンドルに関しては純正ハンドルなんですけど、ライザーで4インチのライザーが入ってますので、それなりに上がってますね。押すとこう、まあ自然ですよね。足つき両足べったり、かかとからつま先までつきますね。ただ少しだけシートが硬いんですよ。で長く乗ってるとお尻が痛くなったりします。純正シートはこんな感じですね。まあパパさん N アイアンの純正シートではないと思うんですけど、こんな感じでした。でこのね幅が結構広いもので、足を下ろす時にちょっとここが邪魔だなって思うことはあります。長く乗るとお尻も痛いし、ここをもう少しスリムなものがいいなということで、今回シート交換を考えたんですけれども、今回準備したシートはこちらになります。はい、いずれもシングルシートですね。こちらがスポーツスター48純正ですね。型番はこういった感じ、ちょっとわかんないですね。後ろ側はこんな風に型番だったりが書いてありますけど、このステーが黒っていうのはいいですね。48の純正品です、シングルシート。でこちらですね、もうご存知 K&H の空豆シートですね。プレーンのブラック、多分これ厚っこいやつだと思います。こちらの方を型番とかね見てもらえるとわかると思うんです。空豆シートですね。これが薄いものだとローシートとかっていう風に表記があると思うんですけど、空豆シートしか書いてないので、普通の空豆シートだと思います。厚っこい方で、今回はねこの2つのシート取り付けてまたがった姿なんかをお見せしたいと思いますので、ご覧になってみてください。ではまずはこちらの純正シート取り外していきたいと思います。取り外しはこれですね、この六角ですね。これを緩めればもうシートも外れますんで、早速取り外していきたいと思います。はい、ということであっという間に取り付け作業、交換作業が完了しました。もうネジ1本ですね。スリムな感じになりますよね。またがってみたいと思います。こう来てこんな感じです。だいぶ座った感じも違いますね。落としてみます。足つきに関してはだいぶこっちの方がいいですね。こんな形ちょっと前になったかなっていうふうに思う。着座位置の両足はべったり、かなりシンプルな形になったと思います。はい、こちらが48純正のシングルシートですね。上から見た感じはこんな感じになってます。このタンクとシートの隙間がちょっと空きますね。かなり薄いですね。取り付けはこのボルトというか、これちょっと外してみましょうか。これだけで済んじゃいます。さっきはねボルトとナットだったんですけど、フェンダーの後ろに手を入れることなく上から締めることができます。これですね、工具必要ありませんね。これならこの部分を締めるだけでとっても楽ですね。はい、締めて、かなり薄いんですよこの座る位置が。なので足つきがいいのと、スタイリングも気に入ってるんですけど、とてもお尻が痛くなります、ね、かなりシンプルでねかっこいいんですけどね、ちょっとこれで長時間は乗ってるの辛いよなということで、 K&H つけてみましょう。はい、今48純正のねシート外したんですけど、ここの隙間に金具を入れるんですよ。シートの裏側ですね、これこうシートがあって、この前側の金具をここに入れるんですね。この形で後ろが締めるっていう感じなんですけど、 K&H のシートになるとこの金具入りません。ここにで専用のステーをここに取り付けるんですけど、ちょっとその作業をやってみたいと思います。こちらご覧ください。これ K&H のシートの金具、この幅がここには全く合わないんですね。はい、全然入りませんし、位置も違うので、これ専用のステーを取り付けていきます。ステーが3000ちょっとで買えるんですけど、私はホームセンターで買ったステーを切ったり貼ったりしまして、自作しましたね。でこれをここに取り付けて、ここにシートの
金具を入れていくという形をとっております。以前装着していた K&H のダブルシートかな、その時このステーがなかったものですから、これをその時に作ったんですね。また使用する時が来たのでこれを取り付けていきたいと思います。はい、ということで自作のステーが無事につきましたので、ここにシートね取り付けていきたいと思います。 K&H つけます。つけます。はい、ということで K&H の空豆シートが装着できました。ちょっとまたがってみたいと思います。さあ今度はどうでしょうか。こんな感じですね。まあ自然ですよね。ちょっと立ててみます。これも両足べったり、先ほどの48のシートと比べると、さっきのシートはかなり薄かった。これは結構、まあ、厚みもそんなに分厚いっていう感じじゃないんですけど、中の素材がとてもいいやつなんで、これなら何キロでも走れるなって感じしますね。全然お尻が痛くなる予感がしません。足乗ってるとこんな感じ。着座位置もさらに前に行った感じしますよね。この S&S のスキアドロップエアクリーナーに右膝がグッとなんかニーグリップできる感じになってます。右足側はこんな感じになってますね。で上から見るとこんな感じですね。 K&H のエンブレムが輝いております。シート自体はこんな感じ、超シンプルですね。このニーグリップアシストパッドっていうかな、もう詳しい商品名あると思うんですけど、これも K&H さんのものなんですよ。カーボンのもので、この状態でまた上がってみますね。また上がって、で左のニーグリップが本当にできるようになったんですよ。今までのシートはもう少し着座位置が後ろだったので、膝の先っちょでここを押さえる感じだったんですけど、このシートになったらグッと前になるのでグッと挟めるんですね。さすが K&H のシートと K&H のニーグリップアシストバーなので、かなり相性がいいですね。本当にニーグリップできるようになりました。これは本当に何キロでも走れるぐらいの快適性だと思います。スタイリングはこんな感じになってますね。シンプルなスタイリングになってます。はい、じゃあちょっとこちら側でまたがってみたいと思います。こうまたがって、こう、わかりますかね、この自然な形。まあ、かなり着座位置が本当に元々の、スポーツさんにしては前になると思います。この感じですね。なので、ハンドルが遠いと言われているハーレーですけども、このシートつけるともうかなりいい位置にハンドルがきますね。まあ私は4インチねここで上げてますけど、これで今かなりちょうどいいんじゃないかなというふうに思ってます。全然お尻が痛くなり素振りがありません。そしてこの前側ですね、幅もシュッと狭くなってますんで、足つき相当いいですね。足が前に出しやすくなってますね。はい、K&H の空豆シートを装着して、これでねちょっとしばらく乗っていこうと思います。でそうなると、今までねダブルシートで荷物を積んでこんな感じで走行していたんですけど、ちょっとこれだと荷物が積めないので、もう一つアイテム増やしてみました。はい、ということでニューアイテム、こちらですね。スポーツスター用のキャリア購入してみました。これを後ろ側にパシッと装着してみたいと思います。そうすればね、荷物を積めるようになりますので、シングルシートでも荷物積んで走れるようになりますので、ちょっとやってみたいと思います。はい、後ろ側が取り付けられまして、前側はこれで締めていきますね。ここ。もう簡単ですね。これをガーッと締めて、はい、これで装着できました。で、本当はこのキャリア、前後逆なんです。前後逆なんですけど、これ本当は後ろ側に来るんですけど、このクリアランスが長いもんで、このナンバー灯にぶつかっちゃうんですね。なのでこれちょっと逆につけてます。逆につけてもいいと思ってます。荷物が積めればね、まあ、大丈夫ですんで、しばらくこれで荷物積んで走っていきたいと思います。はい、こんな感じになりました。ハッチャンネル。はい、ということでシングルシートついたんですけど、このスタイリングに、まあ、荷物積むときはね、ここに荷物を置いて、でこの CC バーに縛り付けていつも乗ってるんですけど、スタイリング的にはこの CC バーはこのシートには合わないのかなってちょっと思ってまして、試しに外してみたいと思います。外しますね。パカッとこんな感じで簡単に外れちゃいます。便利ですね。外れた状況ですね。どうですかこのスタイリング、結構
いいんじゃないでしょうか。この場合だとね、このキャリアに荷物を置いて縛り付けるってちょっと難しいので、キャリアも外しちゃってもいいかもしれません。こんな感じになりました。はい、ということで今回は私の愛車ハーレーダビッドソンスポーツスター XL883N アイアン、こちらのシートを交換してまいりました。まあ3種類ね、少しだけですけど試してみて、一番最近購入したこの K&H、 これをねしばらく乗っていきたいと思います。ちょっとだけ乗ったんですけど、やっぱりお尻の痛みなんかは全然ありません。すごいです。あとは荷物はね、このキャリアと CC バーで対応していこうと思ってるんですけれども、どんな走り心地か、モトブログっぽい動画もね今後また撮ってアップロードできればなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ということで今回のスノーボードハッチャンネルはこんなところで失礼したいと思います。スノーボードハッチャンネルではスノーボードや乗り物など楽しいなと思えることを中心に動画を作ってアップロードしております。少しでも興味があるなという方はぜひチャンネルの方をご登録していただきまして、過去の動画や最新の動画ご覧いただけますととても嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。